こんばんは、ヒュンです。よろしくお願いします。こんばんは。私はトアンと申します。よろしくお願いします。タンさん、今年おいくつですか？私、今年は21歳です。今、どこに住んでいますか？今は福島県に住んでいます。お仕事は何の仕事をしていますか？私、実習生として3年間、新地アグリグリーンでトマトを植えることです。トマトを育てますね。仕事何時から何時までですか？毎日は8時から5時まで働きます。した。1週間何日働きますか？1週間は月曜日から土曜日まで働きます。土曜日までですね。時間は何時からですか？8時から。8時から何時まで？8時から5時まで働けます。わかりました。はい、今、お給料いくらですか？いろいろ。1ヶ月から6ヶ月まで、給料は9万ぐらい。9万円ぐらい。4月から、12万あれ15ぐらい15万ぐらい仕事いっぱいありますね。はい、はい、で、今の会社はベトナム人何人ぐらいいますか？とは会社は9人います。9人ですね。はい、はい、みんな一緒に住んでいますか？はい、みんなは一緒住んでいます。部屋は一緒ですか？部屋別ですか？部屋は一緒。部屋も一緒ですか？一緒に寝ますか？はい、一部屋は二人。あ、一部屋二人ですね。はい、毎月家賃はいくらですか？今は13,000。13,000。はい、わかりました。なんで今の仕事を辞めたいですか？今は会社は大変ですから、給料が安いですから、会社新しいは働きたい。今あまり仕事ないですね。はい、で後ろはカメラついてるけど、カメラは会社つけてるんですか？後ろカメラついてるんですね。はい、カメラが、カメラじゃない、あれは何ですか？電気ですね。はい、わかりました。で今福島以外どこか行ったことありますか？もう一回お願いします。福島以外どこか旅行したことありますか？福島の他のこの山口や福島の他はどこか旅行したことありますか？遊びに行ったりしますか？この山口。わからないですか？はい、わからない。はい、じゃあ大丈夫ですね。はい、どういう色が好きですか？です。どんな色が好きですか？優しい。優しいは好きです。何の色好きですか？何の色好きですか？色わかりますか？色はわからない。何て言うの？あ、色。赤い好きです。赤好きですね。好きです。今の仕事は道具何を使ってますか？今は仕事はなさるって。今ログ何使ってますか？と仕事するのに手ですか、それともハサミですか？前はハサミで働きます。今は社長廃材欲しいから手働きます。
わかりました。小さい卵ですか、大きい卵ですか。うん、大きいと小さいとある。わかりました。トマトが好きですか。うん、トマトは好きです。美味しい。トマトの他の果物は何が好きですか。トマト。他の果物は何が好きですか。わからない。わかりません。わかりません。ご飯毎日自分で作りますか。はい、毎日は自分で作ります。作りますね。ベトナム料理ですか、日本の料理ですか。うん、ベトナムの料理です。ベトナム料理、はい。日本の料理食べたことありますか。うん、食べた。食べましたね。何を食べましたか。うん、寿司と魚と野菜と食べました。うん、寿司、魚、野菜ですね。はい、生ものを食べられますか。うん、ない。ないですね。食べられないですね。はい、食べられない。はい、わかりました。じゃあ今日以上で、また今度企業と面接するので、今日終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。